ZMP とは動力学的な重心位置のことで、ZMP が足裏上に来るような高速条件を与えることで二足歩行が実現できる。上は ZMP を視覚的に表現した図。左右同じ姿勢だが、左は安定、右は慣性力のため ZMP が足裏から外れて不安定となっている。ゼロモーメントポイントとは、二足歩行ロボットの機動生成法と制御法において、重力だけでなく慣性力を加えた合力が路面と交わる点のことである。1972年にユーゴスラビアミハイロ・ピューピン研究所のミオミール・ブッコブラトビッチらによって提案された。ZMP は床反力の圧力中心であり、ロボットの運動と運動方程式から計算することができる。ブコブラトビッチらは、指示多角形内を運動する ZMP の時間軌道をあらかじめ設定し、これに対応する歩行運動を繰り返し、収束計算により求めた。ZMP を用いることにより、誘脚や上半身の質量による影響すべてを厳密に考慮した歩行運動を設計することができる。ZMP 理論に基づく二足動歩行は、早稲田大学の加藤一郎と、高西敦夫によって開発された WL-10RD により1985年に実現された。早稲田大学のグループを除くと1970年代から1990年代半ばまで ZMP はあまり注目されていたわけではない。しかし今日ではホンダのASIMOやソニーのQRIOなど完成度の高い二足歩行ロボットのほぼすべてが ZMP を用いた機動生成と制御を用いている。ありがとうございます。